現状は積極防衛、ロシア消耗を狙うとウクライナ司令官。ウクライナ軍の地上部隊は1000キロに及ぶ前線東部の防衛に何よりもまず集中しているが、攻撃面の戦力としても考慮の外に置くべきではない。ウクライナのシルスキー陸軍司令官58歳は先週末、ロイターのインタビューに答え、戦況が変化し、ウクライナ側が大躍進できる望みが薄れた現実を明確にした。同氏はウクライナ軍司令官ナンバー2、その態度は冷静沈着で、メッセージに曖昧さはない。当初はウクライナによる夏の反転攻勢が大いに期待されていたが、ロシアの防衛体制はほとんど崩れなかった。ウクライナ側は一部地域で初期に数キロ前進するにとどまり、その後ロシア軍が他の地域で押し返した。我々の目標は変わらない。我々の拠点を維持し、敵に最大限の損害を与えて消耗させることだとシルスキー氏は語った。戦闘服に身を包み、東部ハリコフ州の非公開の場所で慎重に語るシルスキー氏。侵攻2年目に入るのを控え、ロシアは主導権を握ろうと目論んでいると話す。シルスキー氏によると、ロシアは東部戦線沿いの多方面に圧力をかけており、人員と物資を大きく失いながらも工業地帯であるドンバス地域の完全な支配権奪取を目指している。ロシアはまた南部ヘルソンおよびザボロジエ地域で失った陣地を取り戻したい意向だという。ウクライナ側は小規模な反撃を仕掛ける積極的防衛を行っている。主導権奪回に向けて攻撃の機会を見計らうことで敵に気を張り詰めさせる戦術だ。両軍とも弾薬と人員を節約するために交戦は小規模になっていると、シルスキー氏は付け加えた。つまりロシア側も状況に対応し、損失を食い止めることを学んだようだ。大隊レベルの攻勢は非常に珍しいとシルスキーは言い、ドローンの使用拡大によって戦術の変更を余儀なくされたと語った。ウクライナは望ましいレベルの攻撃を維持するのに十分な弾薬がないとして、西側同盟国に追加的な供給を求めている。狡猾で勇敢、シルスキー氏は2014年以来、ロシア軍と戦う部隊を指揮し、雪氷の呼称を得た。部隊はウクライナ東部で、雪氷の狩りに似た戦術を使って戦ったとシルスキー氏は説明。この動物は非常に注意深く、狡猾で勇敢だという。シルスキー氏は22年9月、ハルキウ地方の大部分を奪還するため、電光石火の反攻作戦を指揮し、ロシア軍を退却に追い込んだことで、その名声に磨きをかけた。この作戦はウクライナの強み、特に要塞化された陣地を迂回して、敵陣深くまで攻め込むことができる軽快な部隊を生かしたものだった。しかし、シルスキー氏の指揮官としての実績は完璧ではない。23年初頭、同氏はウクライナ東部の都市バフムトの防衛を指揮したが、双方の兵士数千人が死亡したと見られており、今回の戦争で最も死者の多い戦闘となった。ウクライナ2大都市空爆で民間人5人死亡、ロシアが攻撃強化。ロシア軍によるウクライナの首都キーウと第2の都市ハリコフへの2日の空爆で少なくとも5人の市民が死亡した。ウクライナ内務省によると、今回のミサイルとドローンによる攻撃でハリコフとその周辺で61人、キーウと周辺で17人を含む計135人が負傷した。ロシアは年末年始に攻撃を強化。プーチン大統領は1日、ウクライナによるロシアの都市ベルゴロド空爆を受け報復すると警告していた。ゼレンスキー大統領はビデオ演説で、ロシアが過去3日間の攻撃で300発近いミサイルと200機以上の無人機を展開したとし、最大限の破壊を引き起こす意図があると述べた。一方、ロシア国防省は2日、ベルゴロド州上空でウクライナのミサイル9発を撃墜したと発表した。テレグラムに掲載された声明で、防空部隊が複数のロケット発射システムを使ってロシア領内でテロ攻撃を行おうとした
ウクライナの新たな試みを阻止したとした。また、クリミア半島のセバストポリ港上空で、ウクライナが発射したミサイルをロシアの防空システムが破壊したと、ロシアに任命された知事が明らかにした。セバストポリのラズボザエフ知事は、攻撃による被害や死傷者はなかったと述べた。ロシア黒海で軍艦に損傷と認める。ウクライナ空軍が攻撃。ロシアは26日、黒海の港で同国の軍艦がウクライナの攻撃を受け損傷したと発表した。ロシアが占領しているクリミアのフェオドシア港が26日未明空襲を受けた。ロシア国防省は大型揚陸艦ノボチェルカッスクが誘導ミサイルを搭載したウクライナ軍機に攻撃されたと認めた。ウクライナ空軍のトップはそれ以前にロシアの戦艦を破壊したと発表していた。ロシアが任命したクリミア地域行政トップのセルゲイ・アクショノフ氏によると、この攻撃で1人が死亡、また負傷者も数人出ているという。アクショノフ氏はまた建物6棟が損壊し、少人数が一時的な宿泊施設に収容されたと付け加えた。攻撃による火災は収まっている。港は一時封鎖されたが、その後輸送業務は通常通り機能しているという。大きな爆発。ウクライナ空軍の司令官ミコラ・オレシチュク中将は港での大きな爆発を映したとされる映像を公開した。この映像は独自に検証確認されていない。しかし12月24日に撮影された人工衛星画像には、フェオドシア港にノボチェルカッスクと同じ全長とみられる船が停泊しているのが映っていた。ウクライナの前線での作戦に影響を及ぼしている西側諸国の支援が弱まっている中、この船に大きな被害が出ればウクライナにとっては歓迎すべき朗報となる。ノボチェルカッスクはドック入りしていたことを考えると、兵士や装備品、あるいはその両方を積んでいた可能性が高い。元北大西洋条約機構 NATO アナリストで安全保障防衛専門家のパトリック・バリー氏は BBC ニュースチャンネルに対し、この軍艦にはロシアがウクライナの標的への攻撃に使用しているイラン製の無人偵察機シャヘドが搭載されていると見られていたと語った。またウクライナのテレビに出演したウクライナ軍南部司令部のナタリア・フメニュク報道官は、このような大規模な爆発は船自体の燃料や弾薬以上のものが原因であることは明らかだと述べた。フメニュク氏はロシアとクリミア半島を結ぶケルチ橋が損傷したため、ロシアは重要な貨物の輸送に関して困難に直面していると付け加えた。つまりノボチェルカッスクの積み荷は完全に包装された一種のクリスマスプレゼントだった可能性が高い。同艦が運用不能になれば、たとえ一時期であっても、ロシアによる北側の占領地域への兵員補給が妨げられることは間違いない。しかし、この攻撃が前線にどのような影響を及ぼすのか、どの程度の期間、ロシア軍の作戦が中断されるのかについては定かではない。これとは別に、ウクライナ空軍の報道官はミコライウから125キロメートルの地点で同軍の戦闘機 SU-14 2機がロシアに撃墜されたとの報告を否定した。またロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は25日、ロシア軍が東部の要衝マリインカを制圧したとウラジーミル・プーチン大統領に報告した。ウクライナ政府は当初この主張も否定していたが、同国軍のバレリー・ザルジニー総司令官は記者会見で、部隊がマリインカの郊外まで撤退したと述べた。ロシアの支援を受けた武装組織が2014年に東部ドネツク州とルハンスク州の大部分を掌握して以来、ウクライナはマリインカを防衛障壁として使用してきた。ノボチェルカッスクがウクライナ軍の標的にされたのは今回が初めてではない。ウクライナ国防省は2022年3月、占領下のベルジャンスク港への攻撃で同艦が損傷し、別の水陸両用強襲揚陸艦サラトフが沈没したと報告した。オレシチュク中将はメッセージアプリテレグラムへの投稿で、
ノボチェルカスクは昨年、黒海で沈没したロシア黒海艦隊の旗艦の巡洋艦モスクワと同じ道をたどったと書いた。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、戦時中に沈没した他のロシア艦船についても言及し、ロシアの潜水艦黒海艦隊に別の艦船の補給を見事に迫った空軍に感謝すると述べた。